っとちょっと、そこのあなた、待ってください。あ、なんやお前ら。私、映画監督の岡村と申します。カメラマンの工藤です。あなた、ゾンビ撃ってましたよね。撃ったとしたら、これが何やっちゅうの。いえ、その、で、これまで何体くらいお家に。ああ、いちいち数えてへんからな。まあ、量産や。それは素晴らしい。ええ、やっと見つけましたね、監督。せやから何なんや。ずっとあなたのような人を探していたんです。ああ、失礼ですが、お名前は。真島や。真島さん、折り入ってご相談があります。もしよろしければ私たちの映画にご出演いただけないでしょうか。お、なんや、おもろそうな話やね。お話聞いていただけますか。ええで、話してみえ。あ、ありがとうございます。実は私たちこの1週間カムロ町で映画の撮影をしておりました。低予算ながら極道もののバイオレンスアクションです。ですが私もデビュー作なものでつい力が入りすぎてしまいまして、まだ序盤なのに予算を使い切ってしまい、プロデューサーから制作を中止にすると。まぬけな話や。ええ、私は途方に暮れました。やっと巡ってきた監督デビューのチャンスだったのに。ところがカメラマンの工藤君と焼け酒を煽り、その酔いが冷めてみると周りがゾンビで覆い尽くされていたんです。街は壊され、車は燃え上がり、そして死体が歩いていた。不謹慎は承知の上ですが、これはチャンスだと思いました。チャンス？ええ、そうです。だってタダで撮れるんですよ、ゾンビ映画を。ゾンビの人件費不要、ロケ地の飾り込みも CG もいりません。舞台は完璧に揃ってるんです。今のこのカムロ町でなら。映画はゾンビアクションに変更。あと私たちに必要なのは出演者だけ。真島さん、それがあなたであると私たちは確信したんです。へっ、全く不謹慎やの。お前ら最高やで。真島さん、お願いします。どうか私たちの映画に出演してください。せやけど、わしへのギャラはどうなんの。それは先ほども言いましたが、予算はもうありません。申し上げにくいのですが、ノーギャラです。アホか。そんなんでわしが協力すると思うてんのか。真島さんがゾンビを撃ちまくっている時、私たち影からこっそり拝見しておりました。実に生き生きと目を輝かせていらした。それで真島さんに声をかけたんです。真島さんならきっとこの話を受けてくださる。私たちの目に狂いがなければ。どうでしょう真島さん、お願いします。ご出演いただけませんか。よっしゃ、引き受けたるで。本当ですか。よろしいんで。せやけど、わしは手抜かへんで。やるんやったら最高のゾンビ映画にするんや。望むところです。真島さん、ありがとうございます。よっしゃ。で、まず何から始めんねん。まずはシーン34、細い路地での乱闘アクションです。細い路地？どこや。お任せを。すでにロケハン済みです。さあ、ついてきてください。いいですか真島さん、この道の先、ゾンビの奥からカメラが狙っています。路地のゾンビをすべて撃ちながら道を走り抜けてください。おう、任せろや。言うまでもありませんが、奥のカメラマンは撃たないでくださいよ。当たり前やるんや。バカにしとんのか。すいません。ではよろしくお願いします。用意、アクション。
タクド君。オーケーです。ド迫力のアクションが撮れましたよ。ちょろいもんや。最高ですよ、マジマさん。期待以上だ。さあ次はどんどん行こうやないかい。いいですね。次はシーン75。ゾンビに囲まれるショットガンの男、炎上する車を撃ち、大爆発でゾンビを倒す。なるほど。となると炎上しとる車が必要な。それとその車の周りにできるだけたくさんゾンビをおびき寄せてください。多ければ多いほど絵になります。まず炎上する車を探しましょう。ええやろ、炎上する車やね。
田島さん、あの車で行きましょう。お、ええで。やはりゾンビの数が足りません。もう少し集めないと絵になりませんよ。確かにそうだね。田島さん、お願いできますか。任せとけ、業者が集めたる。10体は欲しいですね。銃で撃たないように立ち回ればゾンビはどんどん集まってくると思います。で、集まったところで車を撃ち、ゾンビごと爆破。こいつはいい絵になりますよ。カメラは準備 OK です。ゾンビが10体集まったら車を撃ってください。あ、取り損ねるんやないで。取れるなんて。ああ、俺はなんてラッキーなんだ。これはすごい映画になりますよ。あ、オッケー。当たり前やないかい。次はいよいよラストバトル。たまにでかいゾンビがいるんですが、田島さん、見たことありません？おるな、確かに。あいつをカメラの前で倒せっちゅうわけか。でも、それはさすがに危険すぎませんか？無理ですかね、真島さん。誰に向かって口聞いとるんや、ドアホ。いけるに決まっとるやろが。わかりました。我々も命がけで取ります。なら、例のでかいの探しに行きますか。うん、見つけ次第ぶち殺してるわ。しっかりカメラ回すんやで。死んでも取り切りますよ。いましたね。真島さん、本当にあんなのいけるんですか？お前らは撮影の心配だけしとればいい。わしの生き様、しっかり取っとけよ。さすが真島さん、しびれます。ん？ちょっと待った、電話だ。はい、こちら岡村。あ、プロデューサー、これはどうも。ええ、撮影会長です。はい、はい。ええ、そんな、それじゃあ僕のデビュー作は。そうですか、わかりました。監督、どうしたんです？残念ながら撮影は中止だ。え、なんで？消滅したんだ。あ？ゾンビに襲われて制作会社自体が消滅したそうだ。そんなバカな。それじゃ今まで撮ってきた分は？お蔵入りだな。監督、そんな。ないよ、諦めんのか。ええ、これじゃどうしようもありません。作品はここまで。もう諦めるしか。監督。いや、無理だ。俺には諦められない。え？こうなったら俺たちを縛るものは何もない。むしろ自由に最後まで取り切るんだ。悪くない考えや。監督、二人とも俺についてきてくれるか。はい。
やりましょう監督。わし抜きでやれんやろ。行くで、ラストシーンがわしらを待っとる。クロ君、カメラの用意だ。はい。真島さん、方法はお任せします。あのデカブツ必ず仕留めてくださいよ。言われるまでもないわ。行きましょう。準備はええな工藤君。カメラスタンバイ OK、 いつでもどうぞ。行きますよ真島さん。よアクション。行くでショータイムや。寂しいなるな。こちらこそお世話になりました。熱いアクションありがとうございました。完成を楽しみにしとるぜ。やっぱこれだからやめられないんです。本当ですね。お前らはこれからどうすんのや。まだここには撮るべきものがあります。それがある限り俺たちはカメラを回し続けます。それが俺たちの仕事ですから。死ぬんやないで、必ず映画を完成させるんだ。分かってますよ真島さん。真島さんの方こそ死なないでくださいよ。そりゃそうや、パート2があるかもしれんからね。真島さん、ギャラは払えないんですが、これを受け取ってください。つまらないものですけど。まったく。ま、ありがたくもろうとくわ。またお会いできる時を楽しみにしています。おう、お前らも達者でな。はい、お疲れ様でした。Thank you.
あの。あの。また。あの。またぞ。よく来たな、マジマの親父さん。お前、おお、何も言え。黒鷹ってもんだ。あんたがマジマさんか。なんやこいつは。スナイパーです。裏の世界で黒鷹と呼ばれています。聞いたことないで。日本は田舎だからな。いずれこっちにも知れ渡るようになるさ。そんなことより真島さんよ、あんたについてきゃゾンビが撃ち放題なんだって。
やつら打ちまくんのは楽しいだろう。え、興奮するよな。危ないやっちゃの。ほとんど病気やないかい。親父にうてつけの男です。舞台野郎同士仲良くやってください。アホかゲイリー、もうちょい綺麗どころのお姉ちゃんとか紹介できんのかいな。 No、 大丈夫、役に立つ男です。よかったら今から連れてくといいです。どう、答えは Yes or No。ええやろ、試してみたるわ。どれほどの腕かお手並み拝見や。任せときなって。あんたとはうまくやってけそうだ。ようやくゾンビが撃てんのか。真島さんよ、楽しいとこ連れてきてくれたら感謝してるぜ。どうも、お楽しみはこれからや。行くで。しかしあれだな、真島さんよ、ゾンビになっちまうとみんな一緒だな。あ？ハンサムも美人も金持ちも貧乏もねえ。死んじまえば俺もあんたも同じなんだぜ。それがないねっちゅう。美貌なんざすぐに衰える。しこしこ貯めた金もあの世には持ってけねえ。つまりよ、やっぱ人生気ままに楽しんだもん勝ちってことだ。ここでゾンビになっちまった連中はそれまでに十分楽しんだと思うか。好きなようにやりたいように生きるのが正解なのさ、この俺みてえにな。アホらしく別に興味ないわ。やるぞ。これでどうだ、うまいもんだ。真島さんよ、今の聞こえたか。あ、何が。銃声だ。そう遠くね。いや、聞こえんかったで。俺には聞こえたぜ。
劇場の方だ。別に今日のカムロ通じゃ銃声なんて珍しくないやろ。ならあんたはいい、俺はちょっと様子を見てくるぜ。好きにやるってわけかいな。ま、それもいいやろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。黒鷹だ。面白いもん見つけたぜ。あ？デカがゾンビに噛まれて死にかけてる。そいつ、あんたのこと知ってるらしい。そりゃカムロ町のデカなら知っとるやろ。わしを誰や思っとんねん。劇場の地下にいる。興味があったら来てみな。
じ。よう来たか、真島さんよ。あ？お前、朝倉かいな、マルボーの。あんたにだけは、こんなとこ、見せたくなかったぜ。こわもてのデカも、ゾンビにはかなわんかったか。因縁の間柄ってわけか。マルボーには、極道より立ち悪いのがぎょうさんおる。こいつはその中でもクソみたいなでかい。てめえに言われたかねえよ。お前噛まれたんやろ、ゾンビに。ま、知らん仲やないし、とどめが欲しけりゃ喜んでくれたるで。悪いが遠慮させてもらう。その代わり一つだけ頼みを聞いちゃくれねえか。ずうずうしいの。ま、行ってみろや。俺はもうすぐゾンビになっちまうんだろ。おう、そやろな。そうなっちまう前に神さんと息子に遺言を残したい。お前結婚してたんか。物好きな女がいたもんやな。別居して半年になる。息子は今9歳だ。ほう、そうやったんかい。ろくな夫でもろくな父親でもなかった。でもよ、だからこそ最後くれ家族が面倒のねえようにしてやりてんだ。遺言を残してな。泣き落としかいな。やめとけや、似合わへんで。真島さんよ、あんたは俺にとってこの世で一番頼み事したくねえ相手だ。だが恥を忍んで頼む、俺の家族に遺言を届けてくれ。頼む。おい、どうすんだ真島さんよ。ま、ええで、最後の頼みやさかいな。そしたら、覚悟あるか。いや、それが持ってねえ。ああ、お前でかいやろ。なんでメモ持ってんねん。それが俺の仕事のスタイルだ。そしたら黒田が、お前は持ってんか。持ってるわけねえだろ、そんなもん。こんなとこ書くもんなんか手に入らんで。そしたら一度隔離エリアを抜けるか。なんや、アホらしいなってきよった。ちょっと待て。
嫌な予感がするぜ。真島さん、朝倉の遺言、別に手紙じゃなくてもいいよな。あ？遺言は何も手紙でなくていい。ビデオレターって手もあるんじゃねえか。おお、お前賢いやないかい。せやな、その手があったで。嫌な予感がするぜ。真島さん、ご無事で何よりです。どうしました？ちょっと頼み事があるんや。顔貸してもらうで。え？ビデオレーターか。なんか照れくせえな。死に損ないが、わがまま言うもんやないで。メモで渡すよりよっぽど味あるやろうが。ああ、真島さんよ、感謝するぜ。ビデオ撮る前にゾンビになんなよ。ま、なったらなったで、わしが始末したるわ。頼んだぜ。真島さん、準備 OK です。いつでも行けますよ。ほな、始めようが。京一、俺だ。父ちゃんだ。今まで苦労させてばかりだった。父ちゃんはもう、あ、お前らのところに帰れなくなったんだ。久美子、これでお別れだ。今までろくな亭主じゃなかった。謝るよ。今後女で一つで大変だろうが、京一のこと頼むな。本当にごめん。京一、父ちゃんな、もっともっとお前と遊んでやるべきだった。いろいろ教えてやるべきだった。でもどう接していいかよくわからなくてよ。真島さん、どうしましょう。ファインダーが滲んじまって。締めっぽい遺言や。まったくだ。せやけど、そろそろ時間切れらしいわ。しっかり歯を磨けよ。タバコはやめとけ。友達は決して見捨てるな。女を殴るな。勉強は
ほどほどでいい。思いっきり人生を楽しめ。俺はお前が生まれてきた時か最高に幸せ。うわー、カメラ止めや。え、こっから先は奴の息子に見せれるもんやない。真島さん、やるしかねえんだな。朝倉、最高にわし好みのゾンビになりよったな。ええー、で手ごわいで、それでこそお前や。ま、真島さん、他のゾンビが。けえ、ええとこやのに。真島さんよ、朝倉が逃げたぜ。ちょっと待て。離れろ。真島さん、朝倉のやつこんなもん落としてったぜ。家族の写真やないか。ああ、映画やビデオは無事やな。ええ、大丈夫です。ならそいつは俺が届けよう。お前が？なんや、どういう風の吹き回しや。あんたこういうの苦手だろうと思ってな。だろ？ま、そやな。そしたらお前に任せるわ。ああ。真島さん、黒鷹だ。もしもし、聞こえてるか。聞こえとるね。なんやっちゅうねん。京一が、いや、朝倉のガキが隔離エリアに入り込んだ。あ？どういうこっちゃ。
京一は朝倉のビデオレターを見たんだ。母親と一緒にな。そしたら父親を助けに行くって家を出ちまったらしい。朝倉を助けに？まだ生きてると思ってんだよ。あの子はゾンビのこともよく知らねえ。親父がゾンビになるなんてこともわからねえんだよ。そらそうや。母親は京一に GPS 付きの携帯を持たせてた。それによれば今隔離エリアにいるそうだ。親父を助けに行ったっちゅうことはビデオを撮った場所に向かっとるんやな。あ、劇場地下だ。早く助けねえと9歳のゾンビが出来上がるぜ。あかんわ、それきついで。俺は隔離エリアに向かってる。あんたも急いで来い。またどうぞ。真島さんよ、朝倉のガキ探しに来たんだろう。違いねえ、行こうぜ。ガキは劇場地下にいるはずだ。あれ、黒鷹のおじさん。京一、お前やっぱりここに。無事やったんか。朝倉に化けて出られちゃかなわんからな。あのおじさんは？おっちゃんはお前の親父の、その何や、友達？全然ちゃうけど、まあ似たようなもんや。おい、真島さんよ。あ？隠れとき。うん。なあおい、もしかしてこのゾンビってよ、
朝倉かよ。笑えるで。朝倉のやつ、ほんまに化けて出よった。前と雰囲気が違うな。気をつけろ。やつは手負いの獣だ。さっきより手ごえぞ。朝倉、お前の息子はわしらが守ったる。せやから安心して往生せや。ほんま、最後まで手ごわかったぜ。アサク、今、楽にしてるわ。おじさん、もうやめてよ。お？京一？もう許してあげてよ。やめてあげて。まさか、わかったのか？このゾンビが、お前の。よくわかんないけど、でももうこれ以上見てられないんだよ。何？なんだかこの人がやられるのを見るととっても悲しくなってくるんだ。どうしてだか自分でもわかんないけど。どけ坊主、そいつはまだ死んどらん。京一、くたばりよって。死んじゃったの？坊主、京一やったな。うん。親父を助けに来たらしいの。せやけど、お前の親父は。お前の親父は。あのビデオの後、死んでもうたんや。え？全然苦しまんと、眠るようにな。そうなの？わしもな、あのビデオレターの撮影に立ち会っとった。せやからもう、わしらにできることはなんもないんや。お父さん。おい黒鷹、お前なんか坊主慰めたり。そんなこと言われても何言いやいいのかわかんねえよ。あの、あ、な、何や。どうした。お父さん死んじゃったけど、おじさんたちどうもお世話になりました。お父さんのビデオレターありがとう。あのビデオが見れてよかった。おお、これよかったら。大きにな、ありがたくもろうとくで。はい、あの、それじゃあ。
強い子だな。あの年で大したもんだ。そういやお前、あの子には妙に肩入れしとったな。らしくないやないかい。どういうこっちゃ。似てるんだよ、あいつと俺は。ああ、どこがやねん。俺の親父もよ、デカだったんだ。やっぱり殉職でな。だから京一と俺はそっくりなんだよ。俺が言うのもなんだが、親父は立派なデカでよ。それがつまんねえ事件であっさり殉職。人々に尽くして命を落としたってのに、10日もした頃にはもう世間に忘れ去られてた。それ見て育ったせいだろうな。俺はすっかり他人にしらけちまったんだ。おかげで今じゃこんな仕事してる。自分のためだけに気楽に気ままに生きてる。別に自分の人生反省してるんじゃねえぜ。今さら生き方変えるつもりもねえが、なんでか知らねえけど、京一には俺みたいになってほしくねえって、そう思っちまったんだよ。なんてつまらねえ話しちまったな。あくびが出たわ。なあ真島さんよ、気分直しにゾンビ狩りでもしに行こうぜ。なあ。そやな。そしたら張り切って行こうか。ああ。Special thanks to my patrons, Justin Wood, Hobbs and Koopy Vegeta. You can join my patrons at patreon.com/holdengatsby, check out my TikTok and Twitter at holdengatsby, and follow me on Twitch at twitch.tv/holdengatsby. Don't forget to subscribe to all of my channels. If you want more, you can watch my last video now, but if not, then thanks for sticking around. Bye.